コナン・ドイル。かの有名な名探偵シャーロック・ホームズを生み出したイギリスの小説家。1859年、イギリスはエディンバラにてアイルランド系の家庭に生まれる。大学にて医学を学び、診療所を開いた彼は診療の合間に小説を書き、1887年、最初の作品ヒーローの研究を発表するも人気は今一つであった。しかしその後、1890年に発表された4つの署名でホームズの人気は爆発的なものとなる。その後も精力的に作品を発表。ホームズの人気は不動のものとなるが、ドイル自身はホームズの人気を喜ばしくは思っていなかったという。その後も彼は南ア戦争に医師として従軍し、ナイトの位に叙せられるなど、小説以外でも活躍を見せた。しかし晩年、第一次世界大戦で愛する息子を失ったドイルは、次第にある事柄に興味を持ち始める。それは心霊学であった。彼は霊界との交信により、亡くなった息子の声を聞き、以降心霊や死後の世界というものを信じ、イギリス心霊研究協会に入会。しかし協会が心霊現象の暴露、解明といったものを扱ったことに対し、不満を抱き脱会する。1920年、そんなドイルのもとに一枚の写真が届けられる。それは妖精たちと共に写った少女の写真であった。さまざまな調査を行った末に、ドイルはその写真が真実のものであると結論付け、それが発表されるや否や世間は大きな騒ぎになったという。その後、1966年に写真を撮影した女性本人が写真はトリックであったことを告白し、写真が嘘であったと判明することになるのだが、それはすでにドイルが死亡してから36年も後のことであった。